天童子とダッキ、おそらくこの二人が幼者の鍵を握っている。人の子の未来のためにかの者らが必要だ。何としても確保してほしい。小田原城に援軍が届かぬ。そう、あの時あんたは敵だった。だから何か知ってるんじゃない？うん、心当たりはある。小田原城に向かう途上、東高の城が龍馬の大軍に襲われておった。あそこにおったのがその援軍だろう。まあひとたまりもなかっただろう。時を当たるとは、なんとも奇妙な体験であった。あたかも、例えるべきものが見つからぬ。姫様、長篠で蓮子殿と戦いました。蓮子と？よかった、無事だったのね。でも、やっぱり妖術で。はい、ですが術は不完全でした。やっぱりあの時逃げるべきじゃなかったのね。幼者に追われて孫悟から逃げてきた時、蓮子は私をかばって妖魔に捕まったの。そして妖術で操られて、私蓮子を傷つけたくなくて逃げてしまった。でもそれじゃダメだったのね。あの時にしっかり向き合っていれば。姫様、やり直しましょう。郊外殿の肉体は凄まじい。とても老朽の武人とは思えん。戦場に立つ以上、若い者には負けられんからの。島津殿もあの大土を振り回すのだ。その鎧の下はさぞかしすごい肉体であろうな。翔子、私たちモテ系二人組の目標覚えてる？モテ系？いつから私が？しかも目標って何？もうとぼけちゃって。いい男を狩る、これでしょ？翔子様、ため息などをついてどうなされたのです？みんながね、おしとやかにしなさいって、あなたを見習うようにって。将校様が私を見習う？そんな恐れ多いことを。
伐軍は長篠の戦いに勝った。だが完全勝利とは言えない。妖術に操られた連氏を助けることができなかったからである。しかし長篠で連氏と対峙した周泰は確信していた。連氏の妖術は解けかけていた。あと一手打つことができれば術より解放できるだろう。その一手はすぐにもたらされる。小田原城で仲間になった孫昌公が術にかかったばかりの連氏と遭遇していたのである。その時孫昌公は連氏との対決を避け逃げてしまっていた。もしあの時連氏と正面からぶつかっていたら、後悔は先に立たない。過ちを正すため孫昌公は行動に移った。長篠での戦いで分かりました。連氏殿の術は不完全であると。この戦いで連氏に向き合っていれば術は解けていたかもしれないのね。気にしてちゃダメ証拠。間違えたんだったらやり直せばいいのよ。幸い我らにはその術があります。そうね、ありがとう。みんな絶対に連氏を取り戻してみせるわ。しましょう。連氏殿に彼らを撃たせてはなりません。残りはあいつらだけだ。まとめてひねり潰してしまえ。申し訳ない。分かってる、絶対に助けるわ。妖術で操って
仲間を襲わせるなんて許せない。邪法、俺たちが立つ。目の覚める戦ぶり、お見事。味方か、助かったぞ。我らはここで敵を食い止めます。姫様、霊視殿をお願いします。ええ、任せて。任せ。俺ぞ天の助け、助け立ち頼みます。俺ぞ天の助け、助け立ち頼みます。冷める戦ぶり、お見事。死に任せ。冷める戦ぶり、お見事。それがしが代わりに。ありがとう、天皇。
でも大丈夫よ、私が自分の手で電子を助けてみせる。いい覚悟じゃない翔子。でも忘れないで、あんたには仲間がいる。困った時には頼りなさいよ。私に任せ。姫様、辛い思いをさせてしまいましたね。でもおかげで心を取り戻せました。レンシー、よかった。さあ、これからは一緒に行きましょう。いいえ、私はこのまま妖魔軍に残ります。え？術にかかっているふりをして情報を集めるつもりです。姫様に刃を向けてしまった。これがせめてもの罪滅ぼしです。そんな、レイシー。ご心配なさらず姫様、私を信じてください。長篠で皆様と戦う未来があるならば、その時にお味方すると約束しましょう。それでは未来にて。やったわ、すごく気持ちいい。
来てくれよ。本分を全うせ。孫昌公の過去。桃水の地で蓮氏は術を解かれた。その後蓮氏は妖魔軍の情報を探るため一人敵軍に残っていた。しかしそれもここまでである。この戦いで蓮氏は討伐軍に戻る手はずとなっていた。過去を変わ、蓮氏殿の術は解けている。うん、蓮氏殿は木を見てこちらに着くはず。行くぞ、新たな未来を開くのだ。蓮氏殿、ご無事。蓮氏、操られたふりをするって言ってたけど大丈夫かしら。攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。メス任せて。操られた連中なんちゅう強さじゃ。とても人間とは思えんわ。やはりよう。蓮氏、討ち取って。よし、今よ、一気に敵本陣をつけ。こりゃまずい流れじゃない。なんとか立て直したいが。清盛様のためには死ぬ気で。これ口当てろ。はいはい、猛虎天将軍。おっと、やべ、戻れ戻れ。蓮氏、乱丸に続け、一気に押し込むのじゃ。お断りします。なんじゃと、貴様まさか。騙してごめんなさいね。私の意志は私のもの、あなたの命令には従えないわ。これ気当てろ。猛虎天将軍。敵将、討ち取った。
ありますな。おっと、そこは通行止めだぜ。どっから来たお前ら。まあいいじゃん、歓迎してやるよ。おっと、やべ、戻れ戻れ。おねごと噛み砕いてくれ。行くぞ。これぐらいにしといてやる。敵将高黎明が討ち取った。おお、援軍があると思わなかった。いや、助かった。守りの妖術を強化しているのは孫悟空です。かの者を撃てば術も弱まるはず。その上で操られた方々と対すれば術は解けるはずです。またこの先に鉄砲隊が布陣しています。このまま進んでは危険です。私が先行し無力化してまいりましょう。遊びたいのか。いいぜ、ほらよ。大盤振る舞いだ。楽しんでってくれよ。それがその前に気になる。久しぶりだな。俺様がいなくて寂しかったか。せいせいしとった。お前がおると世の中想像しくてかなわん。すぐに旋回に送り返したろ。すごい。今日のところは退散してやるぜ。よし、悟空は追っ払ったな。これで術が解けりゃええが。あなたはいい目標になりそうですよ。芝生殿の指示によって俺は主君から参った。いざ共に戦わん。これが本当の。私は一体。私はここで何を。おお、すでに重心の奪還はなったか。我らも力戦せねばな。
られていた間は体調がとても良く、とはいえこんな体験は二度とごめん被りたい。今じゃ鉄砲隊打ちかけ。地獄に飛んでる。その戦ぶり手本といたします。切られるのもなし。そんな覚悟はいらないよ。ここは俺にお任せってね。雪村様、君だって術が解けたんだ。雪村殿もきっと助けられる。なんとかなるわよ。いや、してみせるよ。覚める戦ぶり、お見事。そなたには本当に心配をかけたようだな。妖術に操られるとは未熟でした。このゴーンは槍働きにてお返しいたします。それがしが参る。望ましいものでした。お救いいただき誠にありがとうございます。覚悟。オロチの手が世界を包んでおる。近く奴は大きくなって帰ってこよう。私は清盛と共にオロチを待つ。今飛行を止めねばならぬ。この言葉疑いない。これで決まり。敵将討ち取った。くっ、何見ておれ。やった、私たちの勝ちね。
いでお約束した通り、これよりは皆様とご一緒いたします。そうそう、しばらく妖魔のもとにおりましたので、いろいろな情報を得られました。ご期待くださいね。上出来だ。長らく妖魔のもとにおりましたので、有用な情報をいくつか得られました。今は概要だけお伝えしておきますね。まずは各地で奮戦する武将の話です。一人で妖魔と戦う方がまだいるようですね。次に妖魔たちの拠点の話です。牛刀山は妖魔の支配が強く注意が必要かと。最後に妖魔たちの宝物の話です。妖魔は陶水に大事なものを隠しているとか。今のはあくまで概要ですから、無理に覚えなくても大丈夫ですよ。いずれ情報を必要とされる方が現れれば、きっとお役に立てるはずです。博打と戦はやめられない。死ぬまで。戦国最強乙女、行きます。ダッキの関係により宮本武蔵は小田原城に果てた。代わりに命を長らえた海姫と孫昌公はどうにかして武蔵を救おうと情報を求めた。そもそもあの時小田原城には道光から援軍が向かっていたはずである。それが武蔵のもとに届いていれば結果は違ったはずだ。海姫は島津義弘から情報を得る。当時道光は妖魔の大軍に囲まれ、援軍を出す余裕すらなかったのだという。ならば島津義弘の過去に戻り道光を救えばいい。援軍さえ届けば天下無双の剣が脱機の関係に屈することはない。海姫と孫昌公は勇んで出撃した。わしの記憶通り道光の城に妖魔が群がってる。援軍なんて出してる場合じゃないって感じね。でもここで妖魔を蹴散らせば小田原城の武蔵さんに援軍が届く。よっしゃ行くわよ将校。
天魂一滴、いざ。龍馬どもに阻まれたあの者は、小田原城へ向かうはずの援軍で、奴らが小田原城に達すれば未来は変わる。武蔵の命はつながろう。武蔵さんは絶対に助けてみせる。敵に囲まれて大変みたい。急いで行きましょう。切っても切ってもキリがない。このままでは小田原城に向かえ。この先は進めぬか。別の船着き場へ向かおう。
ってやる。潰され終わる。私はいつでも誰の挑戦でも受ける。ならば地獄へ道連れに。撃ち取った。おきみ
み砕いて。モーコ、天照閣。これぐらいにしといてやる。敵将、討ち取った。素晴らしい金庫活躍。手本といたします。出るぞ。この船を使って南岸へ渡るのだ。ダキちゃんのとこには行かせへん。少々敵の数が多い。奴らが来る前に片付けるとするか。みんな乗った？ほな、行くで。逆に助けられるとは。まこと、重くない。敵将、撃ち取った。
打ち取った。まずは満足。これで小田原城の武蔵は助かろう。しゃあ勝った。私の活躍で。援軍は一度体勢を立て直してから小田原城に向かうよ。何、龍馬の妨害さえなく到着が遅きに失することもあるまい。これで未来が変わるのね。それじゃあ戻りましょう。もう一度小田原城を守るのよ。見事な大勝ちよ。故に博打はやめられぬ。私は老いてなお盛んなどとは言われる。そんなに老いて見えるかな。白髪に白ひげ、まさに老将の風貌だな。なれば島津殿とて白髪に白ひげ、何故わしばかりじじい扱いされるのかな。島津、貴様はどの世界にあっても仇だ。何があろうと隙を見せたならば。怖い怖い。即座に打って取るか。当然だ。立花は敵に容赦せぬ。慣れ合いなど期待せぬことだな。姫様、戦の最中に気づいたのですが、武器を振る際の踏み込みが少し浅いですね。え、ありがとう蓮子。自分じゃ気づかなかったわ。いいえ、お役に立ててよかったです。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。先は随分雑魚を倒してくたびれたわ。次は一つ大物を狙いたいものよ。この前の戦いはうまくいったわ。次もたくさん敵を倒してみせるから。やっはっはっは、見たんさい。私の先の大手柄、敵兵たくさんやっつけてやったわ。知らぬ顔してらんまいね。